始まりました。マイクをオンにするの忘れてた10回目なのにはい、本日12月9日土曜日、時刻は14時20を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオ始まります。よろしくお願いいたします。パーソナリティを務めますのは FEC 所属のタレントです。芸人さんですかってよく言われるんですが、いや、タレントです。はい、はじじりかと申します。よろしくお願いします。パチパチティーパチパチ。はい、この番組はですね、フリーにエンジョイ、自由に楽しむをコンセプトに、ゲストさんであったりリスナーの皆さんとコミュニケーションを取りながら、芸集団 FEC のイベント情報などなどをご紹介していく FEC のオフィシャル広報番組となっております。はい、アイハピル木村さん、こんにちは。ありがとうございます。昨日もお疲れ様でございました。はい、じゃあツイキャスでのコメント参加はFM 那覇で検索をしてください。メールでのご参加につきましては 780@fmnaha.jp、 件名に大文字で FEC、 小文字でレディオ RADIO と書いて投稿をお願いいたします。またこの放送はですね、 FM 那覇さんの YouTube 番組の方でも、はい、花間配信されておりますので見て聞いてくださいね。アーカイブの方も残りますので、はい、あ、聞き逃しちゃったなっていう方はそちらもどうぞ、はい、お楽しみいただけると幸いです。はい、ツイクルちゃんさんもこんにちはということで来てくださってありがとうございます。リカですよ。はい、もう最近ね、なんか一昨日ぐらいまでだったかな、一昨日ぐらいまでは結構寒いなって感じてたんですけど、なんか昨日の夜からおかしいぞと思って、なんかあったかいぞと。でちょっと夜だったから、昨日 出かける用事があって、夜出ていく時に、なんだろう、こういう T シャツ、もうペラペラの T シャツにセーターを重ねて着ていったんですよ。で念のため上着も持っていこうとしたら、歩いてるだけでめちゃくちゃ暑くてですね、もうなんか逆にいい運動になったなみたいな、逆にアイスクリーム今から食べたいなぐらいの真夜中に、はい、それぐらいのね天気で、なんか来週になってからまた徐々にね気温とか上がってくるらしいんで、果てはなんか最高温度27度までいくらしいですよ。はい、そうなんですって。そうなんですよ。だから、はい、そんなにいっちゃうんですよ。だから皆さんね、体調管理本当気をつけてくださいねということで、はい、お願いをしたいなと思うんですけれども、はい、というわけでね、じゃあまずはもう今日この場でね、もうゲストさんにもうね、映っちゃってますよね、バレてますよね、わかります、わかりますよ、はいはい、というわけで今回はですね、この方をゲストに呼びさせてもらいました。酒井さん、はい、FEC でパフォーマーとして所属している酒井です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ヤッホーということでみんな見てくださいね。はい、そう、ハビルンさん、夜は T シャツ1枚でもいいかなって思うぐらいの気温でしたねということでね、昨日暑かったですよね。暑かったですね。暑かったですよね。でも寝たらまた寒いんですよね、その明け方とか。そうなんですよ。だからどんなしたらいいですかね、これはね、はい、もうなんか着るものとかけるもの、毛布にするのかとか、はい、あれでもう調節するしかないですよね。そう、暑かったら多分勝手にね、外すって、そう、はい、自分足癖悪いから勝手にズイズイってこう、足癖が悪いから下の方に毛布を追いやるんですよ。で寒くなってきたなと思ったら、多分朝になったらちゃんとかけてるんですよね。なんか偉いわと思って本能で本能で、そう、本能でしか生きてないです、はい、マジチリカは。はい、まあこんな感じなんですけれどもね、はい、では今回は酒井さんをねゲストにお招きしているんですけれども、この後すぐにね、早速酒井さんにいろんな話伺っていきたいなと思うんですけれども、その前にですね、一曲ご紹介をね、毎週恒例でございます、一曲ご紹介をねさせていただければなと思いますので、紹介させてください、はい、では参りましょう。大金のぞみウィズ DJ れいこさんでゆたうむしるむん、どうぞ。
はい、ということでお届けいたしましたのは大金のぞみ with DJ れいこさんでゆたうむしるむんでした。ありがとうございます。はい、いかがでしたか、自分の声を このラジオで聞くって。これ一回言っときたいんですけど、はい、あの最後らへんに、はい、あの自分、まあ、DJ れいこが、はい、Love is forever って叫んでるんですよ、うんうん、はい、これがもうこの曲の、はい、言いたいことなんでそれを大肝なんだ、はい、もうあっちがもう肝ですね、はい、はい、そうなんですね、はい、じゃあウィービンとかはもう結構どうでもあれが全部もう、はい、Love is forever なんですよ。なるほど、はい、そうですよね、はい、結構あの皆さんの内カビタオルを持参して、はい、こうやって振ってくれたりするじゃないですか、はい、あとは内カビ配られたりしてね、はいはい、あれも全部ラブですね。ラブですね、はい、本当全てはラブでできている、はい、ラブでできている、はい、最高はい、コメントもいただいてますね、ありがとうございます。ハピルンさん、あ、記念公演で逆立ちしたかっただったよね。そうですはい、はいはい、30周年記念公演がね、あの、はい、FEC ありまして、天仏の方で、はい、そこでですね、あの私は霧になって、で森光さんがあのサバンナのあれなんていうんだろう、インパラ、インパラ、インパラみたいにやって、で酒井さんがあの猿、猿か、猿でしたっけ、はい、はいはい、あのなんだっけ、なんて言うんでしたっけ、こうね、まあ、猿ですね、そうそうそう鮮やかな顔の色した、はい、そう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 、お猿さんであのシンバをね、はい、こう逆立ちで持ち上げるっていう、そうそうそう、ことをやったんですけど、そうです、まさにハピルンさん その方です、はい、常に逆立ちをしてますね、はい、はい、ですね、はい、はい、そうなんですよ、はい、でタケシーさんも、はい、こんにちは、今コロナのワクチン接種を受けて待機時間に、時間中で見ていますと、はい、ありがとうございます。すごい、時間を絶対無駄にしないタケシーさん素晴らしい、はい、今日は喋る坂井さんが見られる珍しい回ですね、ということで、そうですね、あんまり喋る機会がないんでですよね、はいはい、こうやってあのラジオとかに出演しているってイメージもなかなかなくって、そうですね、ですよね、あんまり喋るの苦手なんで、嘘だ、はい、だから逆立ちしてるっていうのもあるんですよね、喋、はい、らない、喋らない、はい、歌って逆立ちして喋るのはもう任せるっていうのがもう、はい、なるほど、そういうスタンダードなんですね、はい、なるほど、こういうのはちょっと最近出たいなと思ってたんですよ、おお、なんかラジオとか、じゃあだからありがとうございます、本当に、いえいえ、じゃあ呼んでいただき、ジャストだったんですね、はい、よかった、はい、思いが通じ合いましたよ、はい、今ここでよかった、はい、ありがたいですね、もうぜひそんなね、あのなかなか、そう本当にあの酒井さんがねお話しする機会は本当に少ないので、ぜひこれね、あの生放送はあの聞いたり見たりできなくてもアーカイブとしては残るので、ぜひ皆さん、あの喋る酒井さんをはい、もっともっとご覧いただきたいなと思います、よろしくお願いいたします、お願いします、はいはい、というわけでですね、あの続いてはですね、あの早速なんですがゲストコーナーに行きたいなと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、お願いします、はい、はい、では行きましょう、このコーナーですね、 FEC ミーミーくじーイエということでね、はい、こちらのコーナーはですね、もうタイトルの通り、あのゲストの方にね、あのねほりはほり耳くじね、いろんなこと、あんなことやこんなこと、そんなことをね質問していっちゃおうかなというねコーナーとなっております。で、私はじちりかがですね、いくつかあの酒井さんに質問をしていきますので、ぜひあのお答えいただけたらありがたいなと思います。はい、お願いします、はい、もうバッチリでございますね、よし、はい待って、コメント行こう、酔っ払った時の酒井さんの喋りがめっちゃ面白いという某筋からの情報もあります。ぜひ今度お酒飲みましょう。たけしーさんね、はい、あ、ハッピルンさんありがとうございます、すごいありがとうございます。たけしーさんもね、あの結構あの来てくださってね、はい、見に来てくださる方なのでね、ぜひ今度、ぜひね、はい、あの否めない、はい、否めない、無駄な話するかもしれないですけどいや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 、酒井さん熱い男でいらっしゃいますから、本当に本当楽しいっすよ、楽しいっすよそれ以上は言わんとこ、はい、言わんとこ、はい、はい、早速質問の方をね、はい、させてください。で、あのまず、まあ、お名前、まあ、芸名ですね、はいはい、芸名やあの肩書き、また活動歴もお伺いできますか。と名前は、はい、今酒井として
やろうかなと思ってます。はい、はい、この、 あの画面上に出てるこのアルファベットで大丈夫ですか？はい、はい、あ、まあ、今後変えるつもりではありますけども、はい、おお、マジっすか？はい、いいのが浮かばないだけで。で、はい、酒井さんと今、はい、で FEC でパフォーマーとして活動してます。はい、はい、ですね。で活動歴がちょっとね、はい、ややこしいといえばややこしいんですけど、はい、まあ、元々はキングジャムセッションっていうレゲエの4人組の DJ だったんですよ、はい、バック DJ というか、はい、でまあそれが簡単に言えば解散になって、はい、その後 FEC さんに拾ってもらったみたいな流れになりますね。なるほど。ものすごくはしょるとですけど、はい、ということはそのご活動も含めて何年ぐらい活動されてます？キングジャムセッションは2004年から2016までなんで、はい、じゃあ14年からカウントして今23年でしょ？で16まで2016まででもう解散になったんですよ、はい、だから12年、12年12年はキングジャムセッションとしてやってて、はい、FEC としては7年ですね。はい、すごい、7年も経ったんですねって感じですね。確かに、そう、そっか、そうですよね、はい、うん、確かに自分としては、はい、ですよね。そっかそっか、わー、大先輩ですよ。いや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 、やっぱりそう。だって私、あの半年ちょっとしか経ってないペーペーですからね。はい、いや、FEC に関してはまだあんまり分かってないことも多いんで。そうなんですか？はい、なんかだいぶ知ってそうな感じしますけどね。いやいや、どうかな、本当にどうかな、はい、そうなんですか。え、じゃあ、あのこの、じゃあ、あのこのキングジャムセッションさんを経て、はいはい、あの FEC に入ってこられたわけなんですけれども、はい、そこであのパフォーマーになろうって思ったそのきっかけというか、これがですね、ちょっと長くなるんですけど、あ、もう全然全然、キングジャムセッションがこの全国で、はい、全国で発売するってことになったんですよ。で、まあ、全国デビューみたいな感じになって、はい、それが2013なんですけど、はい、でそこでこれはやばいと思いまして、自分の中で、ほう、自分だけ何もやってないなみたいなのをずっと思ってたんですよ。なことないじゃないですか。で全国でも目立つ DJ ってどんな DJ かなって思ったんですよね。はい、って言ったら、まあ例えばスクラッチとかしたら、はい、うんうん、まあ予想の範疇じゃないですか。まあそうですね、 DJ さん、まあ、それやるだろうなみたいな、はい、はい、ディスクジョッキーですもんね、はい、はい、スクラッチやら、まあ、歌に入ってもまああんま普通じゃないですか。でもそれじゃあ全国でちょっと目立たんなと思ったんで、うん、なるほど、逆立ちぐらいしたら目立つんじゃないかなっていう考えを、はい、だちょっと目つぶって想像して、はい、例えば歌番組に新人が出るとするじゃないですか、はい、で急に歌ってる最中に DJ が逆立ちしたら、なんじゃこりゃってなるじゃないですか。はい、うおーってなりますよね。それを目指したっていうのは一番最初ですよね。はい、そうですね。そうですね、はい、確かにな、確かにそうですよね、はい、音楽のそういう感じで、例えばあのヘイヘイヘイだった時とか、ね、ああいうのに出たりした時にいきなり DJ さんだなってこうやって見てた人が急に逆立ちしだしたら、うーってなりますよね。そのうーが役目かなってちょっと思ったんですよね、はい、ほんのスパイスじゃないですよ、かなりのガッツリスパイスですよ。それで振り向いてもらえれば、はいはい、で曲聴いたら曲癒しってなってほしいなっていう願いがあったんですけど、うんうん、はい、そうですね、パフォーマンスはやっぱりその楽曲の良さがあってこそのパフォーマンスですもんね。楽曲はまあ自分がフルで作ってるっていうわけじゃなかったんで、はい、やっぱ客観的に見て、はい、あ、いい曲だなって思ってたんで、うん、なんかどうにか仕事できんかなっていう、はい、バック DJ でされてらっしゃったのに、でその時できなかったんですよ逆立ちとか。あ、そうなんですか、はい、
意外、はい、でそっから練習を始めたんですよね、はい、へえ。で何ヶ月かしてできるようになったんですよ、はい、すごい。でしたら今度はこれすごいんかってだんだん思い始めたんですよなんでなんかすごくないとダメじゃないですかでこれを基準として考えるなら、はい、やっぱ人前でやってみようということで、はい、うんうん、一人でパフォーマンスも出るようになりましたね。おお、素晴らしい、はい、そう出て出たからいいだろうっていうことで一応キングジャムセッションで一回逆立ちしたんですよ、はい、してなんかそんなリアクション欲しくないなっていうリアクションだったんですよおーみたいな、はい、思ってたんと違うみたいな、思ってたんと違うってなってでこれはなんかこうとにかくやっていかないと、やりながら、うん、はい、この過程とかが大事だなと思い出しましてね、はい、この逆立ちに行くまでの過程とか、はい、キャラ作りとかが大事だなと思って、うん、はい、でもこのキングジャムセッション内ではそんな試すっていうのはやっぱできないんですよね。やっぱりみんな、はい、もうこれで全国デビューだってなってるんで、はい、そんな試験的なことはできなかったんで、うん、あーなるほど、はい、じゃあちょっと別でできるのないかなって思ってたら、そのたまたまライブで一緒になった大貝のぞみを、はい、のネタを見て、はい、そう DJ レイコっていうのを思いついたって感じですね。すごい、なんかそうっすね本当に、はい、この大貝のぞみがなんか歌って後ろでお化けの DJ いたら面白いやんにっていうのから確かにユタだから、はい、彼女は、はいはい、始まったって感じですね。ああなるほど、はい、そういうことだったんですね、はい、ですってよ皆さん聞きましたちゃんと、はい、でその間にちゃんと個人としても出たりとか、はい、あとなんか逆立ちのチーム、逆立ちのチームっていうか、はい、ストリートワークアウト沖縄っていうなんか、はい、パフォーマンスチームみたいのがあるんですけど、まあ、そこにも入ってやりながらっていう感じですね、はいはい、そうなんですね、はい、おー坂井さんも今でも入ってるんですけど、はい、すごいですね。じゃあそっちの方でもあのパフォーマーとして活動されてらっしゃったり、ね、はいはい、こちらではあの FEC であの大金のぞみ with DJ レイコのレイコさんが、はいはい、すごいですね、まあ、はい、そうですね、なるほど、はいはい、そっかそっか、すごい発想がまたすごいですよね。さ、なんかもう確かにユタのそばになんかこうお化け的なものがいたら面白いだろうっていう発想に至るのが本当すごいなって思いました、はい、でもこのレイコっていうのは、はい、こう成仏させてほしくないんですよねこの今、はい、楽しい音楽って楽しいなっていうのを思ってるんで、うんうん、はい、なるべくは痛いんですよ、はい、このように、はい、自爆レイとして言っておきたいんですよね。でも大貝のぞみを怒らすと、はい、ちょっと成仏させられちゃうんで、はい、まずい、はい、あんまり逆らえないっていうことなんですねもう主従関係ができちゃってるわけですね、はい、そこでだからもう、はい、逆らえないんですよ、ね、なるほど、はい、でもすごいですよね。だから例えばこう本当にあの小さなライブハウスとかでね、はい、あのステージがそもそも小さいライブハウスとかあるじゃないですか、はいはい、そこで私あの拝見したことがあるんですけど、 あんなちっちゃなスペースに坂井さんこじんまり挟まっててこっから逆立ちできるのとか、もう足つくとかもありますからね、はい、そうですね、はい、うわ、照明とかでも今スリグとか、はい、足の感覚が鋭くなってるんで触れたらすぐ下げれるぐらいの、はいはい、素晴らしい、バカズは踏んでますね、はい、かっこいいリエコさん、はい、危ないみたいな、レイコさん何気にかっこいいという、はい、そこも見てほしいなってちょっと思いますけどね。そうですよね、はい、本当、はい、新庄さんにはしょっちゅう言ってるんですけど、はい、ふーんってしか言わないふーんで終わらせないで、ちょっとこの努力を、はい、楽しい、そうだったんですね、はい、そうですね、はい、なるほど、
はい、あのコメントもねどんどんいただいてありがとうございます。はい、ハペルンさんからお笑い劇場の時は見かける機会少ないからいろいろと知っていきたいと。 ありがとうございます。ぜひ知っていてください。はいはい、でお名前問題ですね。はいはいはい、今のところ栄にしているという点で、はい、じゃあ中澤さんに命名してもらったらって。あ、これはですね最初ちょっと思ったんですよ。はい、団長の、はい、団長、まあ、誰かに名付けてもらおうかなとも思ったんですけど、はい、やっぱちょっと自我が強いと思うんで多分あんまり納得いかんかったら却下すると思うんですよね先輩からいただいたとしても、はい、先輩からいただこうが、はい、でそれってやっぱ失礼じゃないですか。まあ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 、だからやっぱ本当にね、はい、それはいいってなるとちょっと思えないなと思って。はい、なるほど、はいはい、もう自分で浮かんでくるまでは、はい、酒井さんのままで、はいはい、なるほど。あ、まあ別にこれでもいいかなってもちょっと思ってるんですけど、はい、結構定着はしてきてますからね、はい、酒井さんで、はい、そうです。あ、酒井さんねとかちゃんと聞いたりもするんで。あ、そうそうそう、小平くんみたいに、はい、小平くんさんみたいに変えようかなって思ってますよね。あ、そうなんですかでもそうですね、小平さんも正直言うとなんか翔平さんって呼んじゃうんですよね、はい、そうなんですよあれめっちゃ面白いですね。これ本当にもう小平くんってちゃんとついているのに翔平さんってみんな呼ぶっていうそうなんですよ。そうだからもう酒井さんは酒井、今のところ酒井さんでいてほしいなって思います。たけしーさんが、酒井さんが FEC に入った時はびっくりしたなと。そうだったんですね、はい、びっくりされる逸材だったと。直でも、はい、言いに行って、はい、トモジさんに、はい、すいませんって言って、はい、すいません解散になるんでお願いしますって言って、はいはい、したらいいよみたいな感じだった。さすが FEC、はいはい、まあ、その前に、はい、この望み麗子で結構、はい、やってもらっていたんで。あ、セッションはしてたんですね、はい、仕事もらったりしてたんで。おお、じゃあもうですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、って感じです。本当になるほど、いいっすね。そうそうなんですよ、大金のぞみ with DJ 麗子とはなってるんですけど、二人とも主役ですからね本当に。まあもう、そうでありたいですね、はい、いやそうですよ、私はそう思って見てますよ、はい、やっぱりこう、まあ、なんでしょうね、もうでも酒井さんだけのパフォーマンスも見てみたいなとは思うんですよ。あ、はいはい、だこの前、あの本当夏でしたっけね、はい、あの FNS、はいはいはい、のある27時間テレビ、はい、見に来ていただいてもありがとうございます楽しいことしてるから応援しに行かなきゃと思って、はい、めっちゃ嬉しかったです。あれ本当ですか、よかった、心強いというかね、えそこにね知念田さんもね、はいはい、来てくださってね。あとなんでか中澤さん絶対来てくれると思ったんですけど、はい、全然来なかった中澤さん聞いてますか。中澤さん来てくれるってなんか信じてたんですけど、はい、なんでだなんでですかね団長中澤さん後で聞いてくださいそう、あの 次にぜひぜひお願いします、はい、次やるときはもう、はい、ね、本当にそうだからもう、はい、あれも本当すごかったですからね。そうですね、そう、あんな規模になってるとはちょっと思ってなかったんですけど、はいはい、だあのちゃんとあのなんでしょう、生放送で中継だったじゃないですか、はい、だからそのスタジオのね、あの、はい、実際に放送されてる内容がモニターでね、はい、あの公演でやったんですけど、はいはい、モニターに映し出されるんですよね、はい、であれ見てたらなかなかな緊張感だったじゃないですか、なかなかですね、どんどん重なっていく感じの、はい、そうはい、はい、で、はい、間もなくですよって言われながら、はい、どん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 酒井さんの表情が固くなっていくことが面白くてまああれはもうね、はい、集中してあんな顔になるんですよね。なっちゃうんですよね。そうですよね。新潮さんにも言われたんですけど、はい、サカウェイとかでずっと言ってずっと言ってました、ね、ずっと言ってました。そう、もうサカウェイサカウェイって知念田さんはずっと言ってました、はい、でもあれマジでミスするわけにはいかなかったんで、うん、結構、はい、
でもなんか酒井さんだから絶対大丈夫だろうっていうのあったんですよ。でも一応これミスってたらもうダメだなって思ってたんですよこんなのミスってるのようではって思ってたんでっていうのがありました、ね。はい、そうだからかっこよかったですね、はい、あれも。だって結構あのこういった何でしょうね、こう例えば床があるとかフローリングだとかそういうところじゃなかったじゃないですか、はい、芝生 で、はい、まあまあゴツゴツしていて、はいはい、で岩に乗ってね、岩に乗って、はいはい、あの逆立ちのまんまその芝生からちょっとあの岩に乗って、であのバンコク旗を口から出すっていう、そう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 。でもあれ普通の人普通にできないですからね、本当に。もうあれだけの身体能力がないとできないですよあんなこと。発想も見てほしいなって思ったんですけどね、はい、ですね、本当すっげーと思って、すっげー酒井さんすっげーと思いながら私も間近で見てて、そうすごかったです。やっぱさすが、あれの3日前ぐらいにちょっと練習中手首痛めて、はい、えーもうめっちゃその2日間怖かったですね。そうだったんですか、はい、なんか痛み止めとか飲みまくって、はい、っていうのがあったんで、へえー、だからあんな顔になってたで大丈夫かなも含めて、まあ、大丈夫だろうけどっていうので、はいはい、めっちゃら前日とか怖かったですね。そうなんですね。それまではもう余裕と思ってたんですけど、はい、まさかのっていう、はいはい、マジで最悪と思って、うわ、いやでもしっかりがっつり、ね、なさってたから、そうすっごいなと思って、さすがプロだなって、もう見に来てくれたの本当に恥ずかしいぐらいありがたいな、なんでですか、勇気が出ましたねマネージャーさんたちもねいてね、そうそう、したらずっとずっと知念田さん、知念田さん、サカウェイサカウェイってずっと言ってるから何なんですかね、わかんないです、サカウェイだったんじゃないですかはい、そんな感じだったんですけど、ちょっとこれがあの被る部分はあるんですけど、そうですね、あの例えばあの、まあ、DJ 玲子としてもそうなんですけど、はい、あのパフォーマー酒井さんとして の、はい、あのご自身の活動内容とかも伺えますか、はい、まあ、そう個人でパフォーマンスしたり、はい、まあ、さっき言ったストリートワークアウトっていうチームでパフォーマンスしたり、はい、あとはパーティー DJ みたいな感じで、おちょっと DJ する時もありますね。いいですね、はい、あとは他のアーティストのバック DJ もやりますね。おこれはキングジャムセッション時代からやってたんですよ、はい、あそうなんですね、はい、なるほど。あじゃあバンドでいうとこう の、 あのサポートギターで入るみたいな、そんな感じだと思います、はい、あんまりちょっと、はい、バンドのことは詳しくないんですけど多分そういう感じだと思います。なるほど、うん、すごいですよね。そうだから最近自分もあの何だろう、 3,40 年以上やって DJ やってらっしゃる方と、はい、あの飲ませていただく機会があったんですけど、はいはい、やっぱりあのつなぎ方すごいそれぞれあって、あ、はいはい、やっぱ魅力ありますよね。その年代においてもその人自身においても、はい、いろんなやっぱり曲のね幅とかもあるじゃないですか、はい、そうだからすごい DJ さんってすごいなって本当に思ってて、DJ って言ってもまたいろんなパターンがあってですね、はい、うんうん、一つには絞れないんですよね。あそうなんですか、はい、へー、このアーティストの後ろでやる DJ と、はい、またこうクラブでかける DJ と、うんうんうん、またこう、はい、そういうイベントでかける DJ ってまたちょっとやること違ってくると思うんで、はい、あそうなんですね、なんかハウスの DJ とかまた変わってくると思うんで、はい、おだから、はい、バック DJ としては経験あると思いますね、はい、いろんな人のやったんで。いいですね、でもそうやって場数踏めるっていうこと自体が羨ましいです、はい、自分も。でも曲をかけるというのは、はい、そのクラブとかでは絶対できないですね。もうあそうなんですね、絶対無理です怖い、ね、いや私はこの曲からどうやってつなぐんだろうなと思っておーってなったりするタイプなんで、そうなんですよ。だ踊るんではなくこの DJ さんのこのつなぎ方を見て、あー素晴らしいって思ったりするって一番怖いですね。マジっすか怖がられる客だったんだ私い
いやでも DJ さんってすごいなって、だって自分できないもん、 ああいう感じで、すごいなって思います。本当このテンポからのこうやっていて、あなるほどねとか、つなぎを取るのか、はい、つなぎ方を取るのか、はい、この選曲でやるのかとかもなんかちょっと難しいですよね、うんうん、ですよね。つなぎ聴いてる人あんまいない場合もあるんだよ、このパーティーだと。うん、あ確かに みんなね、はい、いい感じ、いい塩梅になっててね、ご飯食べながらとかだと、はい、そこよりもなんか、はい、ね、だからどっちがいいのかなっていうのはまたこれ、うんうんうん、場所によるだろうなって思うんですけど、はい、なるほど。じゃあこの話はまたぜひ後にさせてください。はい、ぜひ、ありがとうございます。じゃあですね、あのこれまたちょっとさらっと真逆に行くんですけど、知念田さんについて思うこととかあったりしますか？まず知念田さんあんまり会わないんですよ。会わないんですか？イベント以外では。へえ、意外、はい、結構忙しいと思うんで、あっちが。まあまあまあ、そう、そうですね、知念田さん会うと、はい、なんか俺がめっちゃ喋ってしまうっていうなんか不思議な能力がありますね、あの人には聞き上手さんなんですかね。聞き上手なのか、はい、まあそうですね、はい、で、はい、新一郎さんしか分からんだろうなっていう話もあるんですよ、やっぱりお、このお互いの、はい、年も近いし、はい、芸歴も多分近いんで、はい、とか、はい、俺の活動も全部知ってる人って、まあ、あんまいないんで、はい、うん、そうですね、私もあの、はい、お聞きするまであそうやったんだってなってたんで、はい、ってなったら、はい、積もる話がちょっとありすぎてそうですよね、そうですよねっていう、はい、不思議な人ですよ、あの人は。へえ、はい、だいたい聞いてるだけだけど、はい、たまに反論してくるっていうするんかいっていう、はい、そうなんですね。でも、はい、はっきりしてると思いますね、その辺は、はい、なんか嫌なのは嫌っていう、はい、イメージがあります。あ、なるほど、はい、そのあたりのこだわりはやっぱり知念田さんありそうですもんね。はいはい、ではい、たけしーさんからダーさん、酒井さんちのご飯が美味しいって前言ってましたって。あこれはそうなんですか、はい、ステーキを用意してたんですよ。おで食べるでしょっつったら最初食べないって言うから、はい、いや食べてくれってゴリ押しして焼いてあげたって感じです、はい、知念田さん何なんですかしたら美味しかったっていう多分さっきの自分の名前の話じゃないけど、はい、美味しくないって思ったんじゃないかなって思うけど多分なぜあの感じから言うと、はい、でも美味しくないって言いたくないじゃないですか。言いたくないです ね、うん、多分、はい、せっかくね振る舞っていただいた料理だし、だからもういらんって多分言ったと思うんですよ。なるほど。でもこれはうまいっていう自信があったんで、はい、食べてみてくださいっつって、はい、無理やりあげたんですよ、はい、したら案の定美味しいっていう、はい、そうそうそうっていう、でもでしょっていう感じですよね、はい、酒井さんからしたら、はいいいですね、この酒井さんと知念田さんの関係性いいですね。そう、特殊だと思いますね、そう、はい、このなんて言うんですかね、この温度差もそんなにないし、はい、そう温度差はないんですよね、はい、だすごいいいなって思う、一番いいなって思う感じです、聞いてて。多分あっちもと思うんですけど、はい、長い時間行っても苦じゃないっていうのはあると思いますね。あでもそれ大事ですよね、はい、相性として。ほとんど喋らん時とかあるんで、うん、2人ともでも沈黙が苦じゃないっていうの一番大事ですよ、はい、本当にですよね、はい、頑張って間をつなごうとすればするほどやっぱり、はい、あね、どっちかが頑張んなきゃいけないから、ね、そうなんですよね、まあ、今回は、ね、あのラジオだから喋らなきゃいけないっていうのもあるんですけど、はい、そうなんですけどね、はい、ありがとうございます。では続き最後になりますが、はい、ガラッと変わって、はい、最近ハマっている楽しいことありますか？これはもう基本的には、はい、練習が一応楽しいではあるんですよね。どこまでもストイック、はい、すごい。で、まあ、それは置いといてとすると、はい、うん、あの漫画の、
はい、キングダムが面白いです。あ、皆さん言いますよね、はい、キングダム面白いって。そうなんですね、はい、キングダムってまだ終わってないですよね。全然まだまだですよ、はい、何巻まで今ありました。今70ぐらいまであるんですよ。めっちゃあるまだまだあれって歴史のもんなんで、はい、そうですよね。結果は決まってるんですよ。はい、うん、ね、秦の始皇帝の話なんで、はい、だ結局は秦の話なんで、うん、はい、結局は統一するんですよ。そうですよね、統一するまでやるとしたら、はい、まあ、7カ国あるんですけど、はい、まだ一国も滅ぼしてないんで70巻来てるのにこれ、これいつまでやるわっていうぐらいですよね。本当に何回あたりでね、一カ国300ぐらい行くんじゃないかな。やばいっすね、普通にやったら。本当ですよね、はい、だって絶対どっかはしょるわけにはいかないじゃないですか。だからどこでもそういう漫画あるじゃないですか。まあまあまあ、最後らへん駆け足でなんか、うん、ありますね。終わる漫画ではあってほしくないなとは思うんですけど、うんうんうん、そう、ここまでいい感じできたから、そんななんで今駆け足になってるんだろうって思いながら読む漫画ありました。自分もありますよね。ありますあります。もったいないって、ね、本当になんかいろんな事情があるんだろうけれどもって、ね、うん、めっちゃ思いますよね。そう思いますよね。そう、何の作品かとかちょっと言えないんですけど、はい、その辺一緒だろうなと思うんですけど、ね、はい、はい、ですね。そうだからもうベルセルクみたいにはなってほしくないなっていうのはありますね。ベルセルクもいいですよ ね、 あれね、そうダークファンタジーそうだったのって。でも もうあれはまだね、はい、作者がちょっとあれだったあれになっちゃったからまだいいんですけど、仕方がないけれど、はいはい、ぜひね、あのこち亀みたいになってほしい、はい、そうですね、なってほしいって思いますよね、はい、推してる漫画とかは特に、はい、ですよね。いや、ありがとうございます本当にいかがですか、思いの丈は話せましたか。一応また呼んでくださいね。あ、OK です、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、もういつでも気軽に。いろいろこのレゲエの説明とかもちょっとしたいんですよね、はい、レゲエって結構いい、ね、はい、特殊なんですよ、この音楽として、はい、多分そうなんですね、はい、だからこのある程度基礎知識が あると、はい、もっと面白いんじゃないかなっても思うし、はい、なるほど。じゃあ次回はですね、はい、酒井先生によるレゲエ講座を、はい、開いてもらいましょう。このレゲエに詳しいって言ってるわけじゃないですよ、ただこの、はい、ベースの、はい、基礎講座的な、はい、基礎講座的な、はい、あ、ぜひぜひ、面白いからやりましょう、はい、それ、まあ、やりたいです、ね、やりましょうぜひ、はい。だからあの最近、はい、何したっけ、 FEC ウムシルムっていう曲を出したじゃないですか。 ありましたね、はい、あれはレゲエで言うと、はい、ダブっていう手法というかなんですよ。ダブ、はい、知らないですよね。わからないです。だから多分一人も知らんだろうなって思うと、はい、寂しいなって思い始めたんで。そうですよね。はい。やっぱりね、あれはダブです。そうなんですか、はい、ダブ。後で調べてみよう、軽く調べてから、あの今度あの基礎知識講座をね、はい、あのこの番組で開いてもらいましょう。はい、ぜひ。でもレゲエややこしいのダブってまた2つあるんですよ。あるんだ。はい、種類があるんだ。1個はなんかシャン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 みたいな。はい。エフェクトかけてるダブもあるんですけど、はい、こっちのダブはまた違うダブなんですよね。だからそれ調べてみてください、ぜひ調べてきますちょっと、はい、わあ、ありがとうございます。逆に私がなんか最近ハマりそうになってきましたよ、この楽しいこととして。はい、ぜひぜひね、それ分かったらまた面白いと思いますね。いいですね、はい、あー、いい話聞けた、めっちゃありがとうございます、はい、面白いと思います。すごい、いや本当ありがとうございました。いろんなお話聞かせていただいて、はい、では続いてはね、こちらのコーナーに行かせていただきましょう。
はい、というわけでゲストコーナーたくさんお話伺えてめちゃくちゃ楽しかったっす。ありがとうございます。本当にまたマジでお願いします。マジでマジでやりましょう、はい、これは、はい、絶対やろう、はい、では続いてはですねこちらのコーナーに参りましょう。 FEC 広報部。はい、というわけでねエフェクターねかけさせてもらいました。最近覚えたので、はい、最近覚えたのでやらせてもらいました。はい、FEC 広報部はもうその名の通りですね、まあ、今月中に行われる FEC 関連のイベントを告知するコーナーとなっておるんですけれども、なんですが、まあ、の FEC のこの広報部のコーナーって本当に 2,30 分かけるんですよ、はいはい、なので、はい、先にですね、はい、あの酒井さんの方から、はい、あのこういうのがありますよっていうのがあったらぜひ告示をしていただきたいなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。12月29日に、はい、この某企業様の、はい、忘年会的な感じで、はい、のぞみれ DJ レコを小川のぞみが出ます。おお、素晴らしい、はい、企業様の忘年会で、はい、大金のぞみ with DJ レイコで、はい、ウィービンしてくると。ウィービンしてきます。おお、ラブイズフォーエバーしてくると。ラブイズフォーエバーを伝えていこうかなと。ですね、はい、でかい声でお願いします、はい、もう年末なんで。はい、ボイラーありがとうございます、はい、本当に、はい、あとは12月31日に、はい、リゾートホテルで、はい、まあ、個人で、はい、パーティー DJ として参加します。参加というか、はい、すごい。これも名義だ、名義としては酒井さんでされるんですか。そうですね、はい、なるほど。おー、すごいいいですね。これはあの、はいはい、頑張りますよ、はいはい、うわめっちゃ見に行きたい、はい、普通に DJ してる酒井さん見に行きたい。なるほど。というわけでぜひね、あのもう年末も大忙しということで、はい、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。で他は大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。時間もあんまりあ、もう全然大丈夫ですよ、はい、読み上げられます、はいはい、ではそういったもう年末、もう本当もうすぐ年末ですよ。12月入ったなって思ったらもうやがてもう9日経ってますからね。明日10日になっちゃうから。そうですね、早いですね。早いですよ。もう気づいたらもう三が日過ぎていたねが当たり前だから、はい、もう最近は。そうですよね、本当そうなんですよね。気づいたらもう1月中旬だったわみたいな感じになってくるんで、そんな中でね、あの、まあ、今週から来週末にかけてのライブやイベント情報をね、あの私の方から告知させていただきます。はい、今回ですね12月9日土曜日、本日となります、沖縄テレビさんで O1 グランプリ敗者復活戦がございます。はい、こちらですね18時夕方6時から放送されるヒープホップの特別編ということで放送されます。はい、わさびきんぴらごぼうが FEC より出場いたしますので、皆さんぜひご応援のほどよろしくお願いいたします。これは頑張ってほしいですね、本当に、はいはい、本当に、はい、もう頑張れとしか、はいですね、はい、だ私ももう今日早速あのリアルでも見るけれども、はい、録画予約もしてきましたからね。はい、そうなんですよ、皆さんぜひね、あの、はい、リアタイできる方はリアルでご視聴いただいて、はい、あ見れないなっていう方は SNS はそっと伏せておきながら録画したやつ見ましょう。はい、はい、それまで SNS 触っちゃダメです。はい、またですね、あのこちらの O1 グランプリ本戦の方にはですね、FEC からビッグボディ、ギボックスさんとニッキーさんのコンビですね、あとアキラ本店、ハンサムの方が決勝進出となっておりますので、こちらも1月2日 O1 グランプリ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、続きまして本日ですね12月9日土曜日、実践心のバリアフリー PR イベント、こちらが舞台としては11時から夕方16時4時まであるんですけれども、こちら大金のぞみさんがピンで出ますので、であとわさびヤギのシルが出演いたします。時間の方がですねこちら12時の回と14時の回が あったので、もうすいませんねちょっと終わっちゃったかなっていうところなんですが、イオンモール沖縄ライカムの1階グランドスクエアの方にで、ございました。真下になっちゃったんですけど、いろんなことやってますよね。そうなんですよ、大前のぞみ、そうなんですよ、はい、大前のぞみさん、この前もアギジャビ商店にも寝ていらっしゃいましたからね、はい、すごいですよね。すごいんですよ、頭混乱しないかなって言って本当に本当に、はい、
そうなんですよ、はい、さあ続きまして12月9日土曜日本日ですね、首里城キャッスルファンタジアナイト、こちらが首里城公園の方で行われます。こちらですね、山城みなと大福ミッチーが出演いたします。はい、またこちら入場料がございまして、大人400円、高校生300円、小中学生は100円となっております。また赤瓦焙煎コーヒーの出張販売もございますので、もうすべてあのひっくるめてお楽しみください。よろしくお願いいたします。この2人は珍しくないですか、はい、ね、珍しいなって私も思いました、はい、はい、見て、あ、そうなんだみたいな、面白そうですね、そうなんですよ、ちょっと行きたいなって思ってるで、そう、どんなことがやろうかな、そうなんですよ、はい、行きたいなと思ってるんですけどね、はい、ちょっとね、はい、はい、でもな、大岩あるしな、あみたいな、そう、まあ、でもね、いっぱい楽しめるんで、はい、ぜひね、楽しんでください、はい、はい、続きまして、明日12月10日日曜日に移ります、はい、明日、10日日曜日は、チュラキッズクリスマス会が沖縄市福祉文化センターにてございますが、こちらの方にですね、伊佐尾名護支部が出演いたします。よろしくお願いいたします。また12月10日日曜日、ピンネタライブ一人たちその1というものが演劇場かさねつぼやにございますね、かさねさんの方でございます。こちらあのオリジン芸人さんでラムちゃん、ことぶきパンチ、ヤンビー、二階堂さんが出演されるんですが、 FEC からのゲスト出演として中地さんとアルティメットスージーさんが出演いたします。同期の、はい、同期のスージーさん出るんですよ、すです、ね、みんな見に行きましょう、はい、私も見に行くんで、はい、こちらチケットがですね1000円となっておりまして、会場がお昼2時半、開演がお昼3時となっております。よろしくお願いいたします。はい、でまた続きまして、こちらも重ねてにはなるんですけれども、9日10日と首里城キャッスルファンタジアナイトが首里城公園でございまして、10日の方はですね山城みなと中地森光が出演いたしますので、こちらの方もぜひねお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、またですねお待ちくださいよ、こちらがありまして、こちら私の方で、今日になって仕入れた情報なんで今言いましょうね。よし、これかな、合ってるかな、合ってるかな、うん、あったあった、はい、こちらですね、合ってるかな、日にち的に先に言っちゃいましょうね、もう12月14日の木曜日、こちら善次郎さんとまーちゃんのライブ&トークがございます。場所の方はカラオケステージ、7080となっております。那覇市松山の2丁目 9-3 K2 ビルの2階となっております。時間帯の方が夜の8時から10時までとなっておりまして、チケットチャージ代が2000円で、ワンドリンクが別途となっておりますので、こちらもぜひお楽しみください。スタンドアップコメディが聞けるかなと思います。はい、ですいません、ちょっと日付前後しちゃった、日付前後しちゃうんですけれども、12月の13日水曜日ですね、こちらのデジタル映像祭2023というものが那覇市文化芸術劇場那覇と小劇場の方でございます。こちらの方がですね知念慎吾が MC として務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。会場の方がお昼の1時13時から、開演は13時30分、1時半から4時半までとなっておりますので、ぜひ足を運んでください、お願いいたします。はい、続きまして14日木曜日ですね、さっきの善次郎さんとマーチャーさんのライブと同日ですね、はい、緊急開催お笑いオーパーチャースが O1 グランプリというものがサウンズグッドさんで行われます。会場が夜の7時、開演が7時半からとなっておりまして、料金が1000円プラスワンドリンク制となっております。こちらもぜひ足をお運びください、お願いいたします。あきら本店さんね、あの決勝進出いたしますからね、もっとネタをねこう磨いてくると思います。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、12月16日土曜日、こちらもまた実践心のバリアフリー PR イベントの方が11時から16時、夕方4時までございます。こちらの方がイオンハエバルとなっておりますので、お願いいたします。出演は同じく大金のぞみ、わさび、ヤギのシルとなっております。こちらも12時の会とお昼2時14時の会がございますので、よろしくお願いいたします。
また同じく12月16日土曜日ですが、RBC アイラジオ祭りにわさびの具志堅が出演いたします。詳細は RBC アイラジオさんの SNS またはサイトの方をご覧ください。よろしくお願いします。また同じく16日土曜日ですね、パーラナイサーラナイが企業様の忘年会の MC を務めさせていただきます。ご依頼いただきましてありがとうございます。はい、続きまして17日日曜日、 FEC お笑い劇場がございます。場所はハエバル文化センター。会場が3時お昼の3時、開演が3時半となっております。チケットの方が大人1,000円、高校生以下500円で、当日はプラス500円となりますので、各芸人さんの SNS の方にですね、前置き付けの方ですね、予約をお願いしたいなと思います。よろしくお願いいたします。同じく17日日曜日、まーちゃんさんと与那覇徹さん、企業様の忘年会の余興に出演いたします。ありがとうございます。同じく17日日曜日ですね、知念田新一郎さんが、宮古島芸能祭にこちらゲスト出演いたします。場所は JTA ドーム宮古島、会場がお昼2時半、開演がお昼3時となっておりますので、こちらよろしくお願いいたします。また披露宴司会がですね、今週末来週末含めてトータル8件いただいております。ご結婚されるか皆様おめでとうございます。また某新年会のお問い合わせも多数いただいておりますので、ご検討中の方はぜひお早めに FEC オフィスの方までご連絡をください。よろしくお願いいたします。はい、FEC 広報部以上となります。というわけでこのままエンディングです。はい、いかがでしたか。楽しかったです本当に。ああよかった、ぜひまた呼んでください。ぜひぜひ、はい、もういつでもウェルカム状態なので、はい、こちら、はい、ゲスト様いらっしゃってこそのこの番組でもあるので、ぜひぜひぜひ。でもリカさんの話もちょっと聞きたいですけどね。マジですか。はい、いろんな、あら、ハジッチについてとか。あ、そうですね、これね、はい、入れてますからね、とか見えますかね、どういう、はい、あれとかもあんま知らないんでそうですね、はい、一番謎に包まれてるかもしれない、はい、本当ですよ、はい、そっか、そうですね、じゃあその機会、じゃあ次バトンタッチしましょう。あ、はい、それいいですね、はい、ミキサーとか私やるんで質問振ってくださいっていう感じ、はい、ちょっとやってみたいですねマジっすか、はい、じゃあ何回か酒井さんは呼ぶという形で、はい、はい、お呼びさせていただく形でよろしくお願いいたします。はい、たけしーさんから、今日のヒープホップは配信も、そう、配信もあるので県外でもリアタイで投票できますということでね、ぜひこちらFEC レディオを、ね、ご視聴の皆様、ぜひヒープホップご覧いただきたいなと思います。 OTB の YouTube かな、沖縄テレビさんの YouTube の方で、ね、よろしくお願いいたします。はい、というわけでお時間となりましたので、駆け足ではございますが、はい、フリーエンジョイコミュニティレディオ、こちらで終わりたいなと思います。お相手は FEC 所属タレントのハジチリカと坂江でした。はい、ありがとうございました。皆さん良い週末を、楽しんでね。